皆様こんにちは、愛です。本日はセフォラのホリデーセールとパットマックグラスラブズのブラックフライデーセールで購入したものがですね届いておりますのでご紹介していきたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。ということで、ね、いつもとアングル違うと思うんですけれども、せっかくだからクリスマスツリーね映るようにねしたいなと思いました。ちょっと暗いかなどうだろうと思ってるんだけど、後ろが明るいんだけど、これをね閉めてもあまり変わらなかったのでこのままでね行こうと思うんですが、今回ですねセフォラとパットマックグラスラブズでお買い物したものですね、2つのパッケージですね一緒にまとめてご紹介したいなと思っておりますので、1つずつご紹介していこうと思います。まずはねセフォラでお買い物したものからいこうと思うんですけども、セフォラは前回の購入品の時にもお話ししておりましたが、もうちょっと買い足しておきたいなって思ったものと気に入ったものがあったので、そちらをねお買い物したんですけれども、まずね一つ目買い足しておきたかったものになります。こちらですね、グランデコスメティクスのグルービーゴッデスですね、ラッシュ&ブラウエンハンシングセラムズになります。これ一箱購入したんですけれども、もう一箱ね欲しいなって思っておりまして、今日までセフォラ全品 20% オフのセールをしてるんだけど、毎年ね10ドルオフのねクーポンが来てたかなと思うんだけど、今年は 20% オフのセールだったんですが、こちらねアウトオブストックになっていて、そのねクーポンかまあセールが来た時にもう一つ購入しようと思ってたんですけど、とりあえずねギリギリまで待ってみて入荷あったらいいなと思いながら、去年ねそうギリギリまで待って入荷があったんですよ、まあ、ですが昨日の夜確認した時にはまだアウトオブストックになってたからちょっと厳しいかなと思ってるんだけど、まあそしたらねこの3ヶ月1本だけでもあったら1年分は足りるので、 それだけお買い物しようかなどうしようかなと思っているんですが、まあ、なくてはならない必需品なのでね1箱買い足しました。セフォラ2つ目こちらになります。 The Ordinary のラクティックアシッド 10% プラス HA になります。こちらもねもう1本ぐらいあったら安心だなってね前回の購入品の時にお話ししたかなと思うんですけれども、なのでね今回もですね購入いたしました。まあこれで春にねまたセールあると思うんだけど、それまではね十分持つんじゃないかなと思いますので、安心なのでバシャバシャと使っていこうと思います。残り2点は今回初めて購入するものなんですけれども、イプシーバッグに入ってきてすごく気に入った商品をですね、今回のホリデーセールは 15% オフだったんですけれども、まあこの機会にと思いまして購入いたしました。まず一つ目こちらになります。アイテムビューティー by アディソンローのスリックタイプですね、クレンジングバームになります。こちらはいつだったっけ、先々月だったっけな、イプシーバッグに入ってきたんですけれども、初めてねクレンジングバーム使ったかなと思うんだけど、めっちゃめっちゃ良くて、そうすごく気に入りまして、もう私の肌質に最高だったので、中身のパッケージねこんな感じなんだけど、これをきっかけにクレンジングオイルからクレンジングバームに移行したんですね。それぐらいめちゃくちゃ気に入りまして、これで一つね20ドルかなだと思うんだけど、ご紹介した時にセフォラでお取り扱いが始まったってねお話ししたかなと思うんですけれども、購入しようと思いまして、はい購入いたしました。これ上開くんだけど、よいしょ、ここにねちゃんとスパチュラ入っておりまして、そのサンプルサイズはねそういったものなかったんだけど、これいいね、セパレートされてスパチュラがね収納できる作りになってるの、回して開けるとクレンジングバームですね入っております。このね香りもねめちゃくちゃ好きで、もうスルッとね溶けて馴染んで、メイクもトゥルッと落ちて、私かなりメイク濃いと思うんだけど、もう簡単にねマッサージするだけで落ちまして、なおかつ洗い流した後もちろんね乾燥はしないんだけど、なんかぬるっと残るっていう感じもなく洗い上げてくれて、すごくねいいんですよね、めっちゃくちゃいいんですよこれ。今ねいつぞやかのアイハーブの購入品でご紹介いたしましたダーマイーのクレンジングバームなんですけども、あれはねちょびっとね残るんだよね、なんとなくぬるっとしてるような感じがするんだけど、そういう感じもなくて、どっちかって言われたら私こちらの方のが好きなんだけど、コスパ考えたらやっぱりダーマイーかなって思うんですが、まあ毎日ねお化粧するわけでもないからそんなにね減らないとは思うんだけど、これで 80g 入ってるので、まあ常にねリピートはもしかしたらしないかもしれないんですけれども、こういうね、セールの機会にまたね購入してね、これはね使っていきたいなと思っておりますので、とにかく私本当にクレンジングオイル好きだったんだけど、それをね変えてくれたね商品でしたね、革命を起こしてくれたものになりますが、めちゃくちゃ本当にお肌に合ったので大のお気に入りの商品になります。でね、これ最初にお見せすればよかったんですけども、箱をねちょっと変わってるなって思うんだけど、切り取り線が入ってて、で内側ね折り込めるようになってるんだよね、多分ねこれここで切って
て、このままこうやって入れて使えるようになってるのかなと思っていて、内箱があって中にね箱がもう一個入ってるんだけど、ここがねへこんでるんですよ。だからこう入れるんだと思うわけで、開けやすくなってるんじゃないかなと思うんだけど、まあまだこれね切り取り線では開けないでおきますが、使う時にね切ってみようかなと思うんですけども、このままね保管しておこうと思いますので、ここにねプルミって書いてありますけどね、これをブリってやるのもねすごくね楽しみですね。そしてお次でね、セフォラで購入したもの最後になるんですけれども、こちらもね、イプシーバッグに入ってきた商品なんですが、こちらになります。オリジンズのミニオリジナルスキーマットモイスチャライザー with ウィローハーブになります。これね、良かったんです。私乾燥肌なんだけど、マットに仕上がるタイプなんだけど、そこまでね、マットマットすぎず、かなりね、水分があるんですよ。みずみずしいジェル状のクリームで、いつも私スキンケアしてね、もうベッタベタなんだけど、これね、朝のスキンケアで塗ってたんですけど、これをね塗るとそのねベタベタ感がなくなって、前髪あるから、私前髪がねおでこにつくでしょ、スキンケアがねついてしまうとね、この前髪が潰れてしまってほんとペチャーンってなっちゃうんだけど、それがねなかったの、これ塗ってる間で。これご紹介した時にお父さんが好きだと思って私お話ししてたかなと思うんだけど、お父さんに一回使ってもらって、お父さんめちゃくちゃ気に入って、わざわざねこのオリジンズのお店が近くのモールにあるんだけど見に行ったぐらい気に入っておりまして、まあ、これねミニサイズなんだけど、フルサイズはどのぐらいだったかな、50だったかな、これね 30ml なんだけど、とりあえずね 30ml のミニサイズを購入いたしまして、香りもめちゃくちゃいいんですよね。この香りもお父さんね大ヒット、私もすごく好きなんだけど、これお父さんにねクリスマスのねこのソックスに入れるプレゼントとしてね入れたいなと思いまして購入いたしました。なので、まあ、ちょっと開けちゃったけど箱入れてラッピングしてねソックスにね後日入れたいと思います。セフォラですね、ポイントで引き換えたものとサンプルがあるんですけれども、まずポイントで引き換えたものですね、こちらになります。ファーマシーのねこのセットなんだけど、私とにかくね今ねクレンジングバームハマっておりますので、こちらですね、このセットにもクレンジングバームが入っておりまして、ちょっと試してみたいなと思ってこれをねポイントで引き換えたんですけれども、もう一つはオイルフリーのジェルモイスチャライザーかな、肌タイプがねコンビネーションとオイリーって書いてあったかなと思うんだけど、先ほどのねマットのモイスチャライザーもそうですけれども、多分みずみずしい感じなのかなって思うんだよね。モリンガとパパイヤが入ってるみたい、どうかなと思って使ってみて、まあ多分これ単体だと物足りないとは思うんだけど、その前にクリームたっぷり塗るから上からねかぶせるであれば大丈夫かなと思ってるんだけど、もしねそれでもあれだったらねお父さんに使っていただこうかななんて思っているんですけれども、とにかくねこのクレンジングバームが気になりまして交換してみましたので、こういうねグリーンのねバームが入ってますね。香りは強くないかな、ちょっとグリーンっぽいような爽やかな香りがしますけれども、このクリームはどうだろう、あちゃんと内蓋ついてる、小さいのにこういうとこだよね、めっちゃグリーンのジェル状のクリームですけれども、この香りも爽やかだけど、なんかねクレンジングバームもモイスチャライザーもちょっとサイダーっぽいような感じの香りがするんだけど、旅行とかにもねちょうどいいサイズかなと思うので、こっちは瓶だからあれだけどね、こっちはプラスチックだしね、とにかくね一度試してみようと思います。それからねサンプルでねいただいたものね2つあるんだけど、今回ねあんまりね私が選ぶサンプルがねなかったので、この2つにしたんですが、ランクもね購入しないかなと思うんですけども、こちらのね美容液かな、こちらのねパウチと、あともう一つは Used to the People のクレンザーですね、スーパーフードクレンザー、まあ、旅行ね1泊とか2泊とか行くときはねこのぐらいで十分かなと思って、詰め替えて持っていくのもあれかなと思うので、そういう時にね使おうと思ってこちらねいただきました。以上がねセフォラの購入品になりますので、お次ですねパッドマックグラスラブズの購入品ですね、ご紹介していきたいと思います。今回パッドマックグラスラブズでは3点お買い物いたしまして、どれから行こうかなって思ってるんだけど、どれも私ねすごい楽しみにしていたものなんですが、大物から行こうかな、こちらになります。パッドマックグラスラブズマザーシップメガセレスティアルオデッセイかな、アイシャドウパレットになります。外箱ですね、パッケージこのようなデザインとなっております。ちゃんと大きくて落としそうになりましたが、これねクリスマス、まあホリデーのコレクションで出たものだと思うんですけれども、去年もねこの大きなパレット出ておりまして、すっごく悩んで、私購入しようか本当に本当に本当に悩んで購入しなかったんですよね。結局ね数ヶ月パッドマークグラスラブズのホームページを開くたびに、ああ購入すればよかったなってね思っておりましたので、今年はねもう絶対購入しようと思って購入いたしました。中身のねパッケージはこのようなデザインとなっております。
ります。これ紙パケで開けますと大きな鏡ついておりまして、シールついておりますが、ちゃんとねこのね自立するようにさ紐がついてるんだよね。これね細かい配慮でございますが、これがなんとも素敵かなと思うんだけど、こうやってさ置いて飾れるじゃんと思って、まあほこりかぶっちゃうからしないけど、このようなですね18色入りのパレットとなっております。パッド様のねアイシャドウパレットと言いましたらね、もう高級品でございますが、こちらね18色も入っておりまして、$78というね、まあいつものそのプラスチックのパッケージのマザーシップシリーズですね、確か$130ぐらいすると思うんだけど、$130以下だと思うんですが、これはねかなりねお安く販売してくださっておりまして、パッド様のねアイシャドウパレットはトゥーマッチだと思ってそうなかなかね購入したいんですけれども、やっぱりこれ欲しいなと思ってね、まあまあとにかくですねお話ししてもあれだからね、一色ずつ装置していきたいと思います。じゃあですね、一色ずつ装置をしてみました。ちょっとやっぱりねこの角度だと暗くなるから装置だけで、ね、角度変えたんですけれども、めっちゃ良かった。久々にこんなにねいい粉質のですねアイシャドウ触ったと思いまして、マットのカラーもねしっとりふわっとしておりまして、めちゃくちゃブレンドしやすくてね、このカラーはもう一回ワンスワイプそうなじませる必要もないぐらいね、すごくね綺麗に伸びてってくれて、メタリックのカラーはねうっとりするぐらいでしたね。私の大好きなヌルッと系で、なんかね物によってはカラーポップのスーパーショックシャドウぐらいふわふわでもっちもちのお粉のものもあって、そうだなこれとね、あこれもすっごいもちもちしてた、ピタッと密着してね一塗りでねこの発色になると思います。このメタリックのカラーもうほんと何度も重ねなくてもぬるんとね一筆書きみたいな感じで乗せられるんじゃないかなって思うんだけど、まあブラシにもよるとは思いますが、入ってるカラーもねすごく使いやすいカラーだと思います。トリッキーだなって思うカラーもないし、まあ一つねディオクロームのカラー入ってきてくれてたら嬉しいなと思ったんですけれども、特にねディオクローム感のあるものはないかなと思うんだけど、ちょっとね島によって違うカラーで光るかなとは思うんだけど、まあ、ですが本当ね無難にすごく使いやすいかなと思います。グリッターもねゴリッゴリに入ってるっていう感じもなくて、このねネイビーは結構入っててるかなとは思うんだけど、でもね広げるとねこんな感じで瞬くようなね感じでキラキラキラーっとね夜空みたい綺麗。オーロラカラーのこれグリッターなのかな、スパークルっぽいな。ちょっと何色かピックして手の甲に乗せたけど、どのカラーも瞬くようなね、そのカラーに合わせたスパークルかなが入ってますね。すっごい綺麗。このねグリーンはちょっとゴールドっぽく光るかなと思うんだけど、最高最高最高。3回言ったよ大事なことだから。特にね去年はね相当悩みまして、その後ですね購入すればよかったってね数ヶ月間ね本当に最初にも申し上げましたが思っておりましたので、今年ね購入できてねよかったなと思っております。なんかもう見た目がさ美しいから観賞用として置いておくのもいいと思いますが、でもねやっぱね使ってこそアイシャドウかなとも思うから、またこちらいつかねゲットレディで使ってメイクできたらいいなと思っております。
パパッと落としてみようと思います。パッド様のアイシャドウ落ちづらいっていう感じもあまりないので、ほんと優しい力でね数回拭いたらトゥルッと落ちましたね。これもいいですよね。最高ですね。お次ですね、実はねこのアイシャドウパレットセットの販売もありまして、その他出てたホリデーコレクションといろいろ組み合わせがあったんだけど、 その中からですね、私もう一つどうしてもね欲しかったものがありまして、でその商品とねアイシャドウパレットをセットで購入したんですけれども、こちらになります。スキンフェティッシュサブライムスキンハイライターになります。カラーがルナヌードになります。外箱ね、パッケージですね、このようなデザインとなっております。ホリデーのねコレクションはこういうようなねデザインなんですけれども、開けますと中身のパッケージはですねめっちゃ反射しておりますが、このようなパッケージとなっておりまして、裏側は黒なんだけど、ここねめっちゃ多分テカテカなんだろうね、シールがついててね保護されておりますが、ちょっとまだ剥がしてないんだけど、もうちょっとつけとこうかなと思うんですけど、まあこれは美しい、もうめちゃくちゃ美しいから。こちらね鏡もついておりますが、うっとりするよ、うっとりするぐらい美しいんですけども、このようなですね、まあ素敵な型押しというかエンボスの入っているハイライターになります。めっちゃ素敵じゃないこれ、触りたくないもん、触りたくないんだよ。でもねカラーね確かめたいなと思ってるんですが、新しくまたコレクションが出たんだけど、そのね型押しもすっごく素敵だった。2色出てるんだけど、いや2色はなちょっとトゥーマッチだなと思ってるんだけど、1つは欲しいな、どうしようかなって思っておりますが、ここから撮ろうかな。もう美しすぎて困るな。一回写真撮ろう。端っこのあたりを触りますが。おちょっとしか触ってないのにめっちゃ撮れた。すっごい。暗くなっちゃうからどうかな。あ、めっちゃ綺麗。伝わるかな。伝われ。伝わんない。ここに載せてるんだけど、あ、わかりづらいかも。シャンパン系のカラーですね。傾けるとね、ちょっとね、ピンクにも光って、すっごい。すごい可愛い、めっちゃ可愛いですね。でね、ゴールドの要素もあって、めっちゃ私好きだわ。すっごい肌馴染みのいいカラーですね。暗いから分かりづらいかな、ここに。今日テカテカだから分かんない。あ、でもちょっとコロコに乗せた。分かりづらいかもしれないけど。ちょっとね、あまりにもね、片押しがね、美しすぎるのでね、一番最初使うときね、躊躇するかなと思うんですが、こちらもね、またいつかね、ゲットレディで使ってみて、どういう感じになるかっていうのをね、お見せできればいいなと思っておりますので、できる限りこちらね、早めに使ってみたいと思います。そしてですね、もう一つね、ハイライターを購入したんです。これはね、この前に出たコレクションになるんですけれども、パッド様は、アイシャドウよりも私、最近、ハイライターをね、できる限り購入するようにしておりまして、こちらになるんですけれども、スキンフェティッシュ、ディバイングローハイライターになります。外箱ね、パッケージ、このようなデザインとなっております。先ほどよりもね、小さいんですよ。一回りぐらい小さいかなと思うんだけど、これ38ドルだったかな。先ほどのハイライターはね、60ドル。だったかなと思うんだけど、中身パッケージねちょっと映り込んでるけど、このようなデザインとなっております。黒でシンプルですね。ここね爪がついてるので、これは押して開けるタイプなんですが、鏡ついておりまして、このようなねカラーのハイライターになります。まあこちらもシャンパン系のカラーかなと思うんだけど、パッド様のねハイライターはですね、肌なじみがね良すぎてですね、カメラでねなかなか伝わらないんだよね。こちらは先ほどと似たような感じだけどちょっと違うの、まあわかんないね、ここに載せたんだけど、先ほどのはよりこうゴージャスできらびやかだったんだけど、細かいねスパークルなのがねキャ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 ってね瞬くような感じで入ってて、これもねスパークル入ってなくはないんだけど、もう量が全然違いますね。どちらかというときらびやかというよりかは濡れたようなツヤ感が出るタイプのハイライターかなと思います。ちょっと暗くなっちゃったな、ここ乗せても分かりづらいかなと思うんだけど、今日久々にねタートのねハイライター使ったんですよ。もうゴリゴリにビヤンビヤンになって、パッド様の肌なじみのいいハイライターが全然分からないだけど、大変申し訳ないんですが、多分ね手の甲に乗せた感じも全然伝わってないかなと思うんだけど、ここに乗ってるんだけど、光に反射してねツヤーンとめちゃくちゃ美しいですねこれね。私ねパッド様のハイライターの気に入っているポイントは、本当に肌なじみが良くて、やりすぎ感が全く出ないんだけど、美しいツヤ感がですね広がるんですよ。それがねすごく好きでね、私ねハイライター大好きで、ビヤンビヤンのも好きなんだけど、大人のハイライターだなって思うんですよね、パッド様のねハイライターね。まあとにかくねこちらもですね、またいつかゲットレディで使ってみて、めっちゃ申しもついてるけど表面どのようなカラーでね、どんな感じに仕上がるかね、お見せできればいいなと思っております。
以上が今回ですね、セフォラとパットマックグラスラブズでお買い物した商品となります。確かね、この時期の購入品の時にセフォラよりもパット様はね、公式の方のが割引率がいいから、今後そのセールでお買い物する時はパット様はね、公式でねお買い物したいなっていうお話してたかなと思うんですけれども、今年も同じね割引率だったかな。価格によってね割引率が変わるんですけども、 20% オフ、 25% オフ、 30% オフだったかな。一番ね低い割引率でも、私セフォラの割引率が 15% オフなので、公式の方がねお安く購入できるんですが、今回の合計金額で確かね全部で 25% オフになったかなと思うんですが、ずっとねこのねハイライターをいつ購入しようかいつ購入しようかと思ってて、発売当初から欲しいな欲しいなと思ってたので、まずこちらね購入できてよかったなって思ってるのと、とにかくですねこのアイシャドウパレット、もう大満足でございます。もう本当嬉しい、ここにあるだけでって思ってるんだけど、このねハイライターもねめちゃくちゃ片押し美しかったからね、とにかくね大満足のお買い物でした。セフォラのねお買い物はね、まあ必要なものを購入したっていう感じかなと思うんですけれども、自分のものプラスですねお父さんに使ってもらえたら嬉しいなと思いましてね、こちらも購入いたしまして、これでねクリスマスプレゼントの準備もですね着々と進んでおりますが、まだメインのものをね購入してないんだけど近々行かなきゃなと思っておりますが、もう一つお父さんにねネタで購入したものここにあるんだけど、ちょっとこれはねクリスマス当日のお楽しみにと思っておりますが、やはりねこのねシーズンのお買い物ってねすごくねワクワクするかなと思うんですけれども、今回もねどちらのお買い物もすごくねワクワクしながらですね商品選びまして、ああじゃないこうじゃない考えましてね、お買い物いたしまして、それがまたね楽しい時間ですよね。もちろんこうやって届いて開けてわーってねなるのもね楽しいんですけど、お買い物してる時もまだね実際手に取ってないワクワク感っていうのかな、これどんな感じなんだろうとか、お会計終わってコンファームメールが来た時にね、わーい作るんだろうってねめっちゃ楽しみになるし、まあ、とにかくですねすごく楽しいお買い物ですね、皆様にご紹介できてねよかったなと思っております。ということでね、本日もねゲットレディを撮っているんですけれども、まあ今回ねカラーポップの商品のご紹介ではなかったんですが、まあクリスマスの間に使いたいなと思いまして、先日ご紹介いたしましたルドルフさんですね、赤鼻のトナカイさんのアイシャドウパレットを使いまして、このような目元になりました。イプシーバッグに入ってきたねグリーンのねアイライナーも使ってみたんだけど、可愛いなと思っておりました。あのアイライナーめちゃくちゃ気に入ってるんだけど、まあ安定にね濃いメイクにはなったかなと思うんだけど、クリスマスらしいね感じも出たかななんて思って、今回ね使わなかったカラーはね本当ね無難に使いやすいカラーっていうのかな、で毎日メイクにも使いやすいカラーかなとも思ったので、汎用性のね高いパレットだななんても思ったんですけれども、とにかくですねゲットレディも編集次第アップロードしようと思っております。ご興味のある方よろしければゲットレディもご覧ください。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。